おお、や、はい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 。意外とちゃんとしてるな。マジでちょっと待ってみんな。もう電気が足りなくなってる。嘘だ、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 嘘だ。嘘だ、もう嫌。嫌だ、もう。なんでそうなるの？立てるしかないじゃん、もう。どっか立てれる場所ないか。こや。お金がこのせいで全然たまらない。やべえな、これやべ、やばくない？みんな。どやばくない？これ立てたいよな、これ。これね、ゴミを集めながらね、発電までしてくれるようなやつなんで、あれが欲しいんだけどな。そのせいでも学校すら建てられんっていうね。ただ、週プラス2661ということで、週かな、これ。結構転じてるよね、プラスに。で、人口も2317人ということで、20人か。非常にいい感じではございます。いや、もう、もう道路建てんとかんくなった？ピュッ。早いじゃん。超早くない？みんな。ここな。ここ？ど早いと思わん？みんな、これ。超早いよ。ペースがやばい。逆にね、もうこんな立てすぎるとあれだから。はい、成長した街、完成、交通機関とかができますよっていう方に。これいいじゃん。海ん中建てれるやつを。海っていうか水ん中。学校が建てれるようになったね。みんな、今のうちにね、これを建てておきたいなと思ってたんだけど、1万2000円かかると。だったらこれ1個建て、あ、じゃ、これ1個建てようよってことだよね。3万円するんだけど、結構これはね、優秀すぎるようなものになってます。で、これを建てます。若干チート級のものではあるんだけど、まあ、ただ、ね、ずっとそんなことやってるわけにもいかないし、ってことでこれ立てます、まず。今のうちに。で、これがね、まあ、なんだろうな。なんていうやつなんだろう。水が欲しいの。人働くからね、ここで。一応。そりゃ水は欲しいわな。ちょっと働くもんね。このゴミ処分場って感じかな。焼却炉があって、焼却したその熱でぐるぐる、熱というか煙というかでぐるぐる回ってもらって、それで発電するっていう感じですね。なかなかね、維持費の方もね、結構高いんだけどね。成功してからじゃないとなかなかできないようなやつなんですけど、やっぱあるとないとでは、これの、ここが変わってくると。まだ発電してくれてないのであれですが。で、一応ここら辺もこうしておくかな。よし。で、
すごい欲を言うと、向こうとつなげたい、このどれだ、もう早く走れるような高速道路でいいから、ランプでも一応いいんだけど、片っぽしかないんで、高速使って向こうとつなげたいなっていう風に欲を言えば思ってて、こうやって行って、こう行って、こう行って、こう行って、ブーってまたこう行くっていうのがなかなか時間がかかって、いつかたまると思うんだよね。うん、ただね、いくらかかるかなんだよね。こう行ってこう来て3000、直線だけで1万いくらかかかるっていうふうに書いてあるんで、直線で9000円かかると。まあ、まだね、まだやめとくかやばいことになるんだよね。なかなか発展させるのって難しいんですよ前回のあれを経験しちゃってるから、もう何が何でも難しいんだけどね。何もどうしても、まあ、警察さんの方もところどころ立てた方がいいんだろうけどね。なんともなーって感じですね。で、こちらなんで休業中なのまだ帰ってきてないってことだね。結構遠くまで行くんだね、やっぱ。なかなかこういう風になっちゃうんだけど、彼らが帰ってくるまでちょっと待ってもらおうか。しかも高速のランプでも80キロ出せるからね。今の普通のこの道路だと40までしか出せないんだけど、高速のランプだと80まで出せるんで、いやー、ちなみによ、このランプでこっから向こうまでつなぐとしたら4000円、往復で8100円。なかなか大胆なこと考えるでしょ。一応ね、こうつなげる道路だけ作っとくか、ここら辺に。3車線にしとくか。こうしといて、向こう側も同じように、まあ、ここら辺かな。ここら辺でいいか、ここら辺。こう作っといて、ここと向こうを高速でまたつなげることにすると。いけるかな？ちょっとだけ作るか、こうやって。あ、向こうから作るか。こういう感じに。まあ、直角にしちゃうとね、怖い。怖い道路になるんで。緩やかにカーブさせる。ちょっと。待って、高速って2車線じゃないの？反対車線は別に設置する必要があります。皆さんごめんなさい。知らなかったわ。確か。マジか。あ、待って、ミスった。
高速道路引いちゃった。ミスったわ。なかなかね、こういうミスは誰でもするものですよ。いやいやいや、なんか高えなって思ったよ。なんか高えなって思ったよ、嘘じゃなくて、マジで。よいしょ。よいしょ。こっちから引いてやるか。お金あるうちにね。ここぐらい。まあ、これに習ってやるか。グイーンってね。あった。ちょっと見直そう。ちょっと見直すわ。ここをちょっと長くしすぎたから、ここぐらいまでにして、で、ここまでつなげる。ちょっと待ってね。なかなか難しいと。これの角度をもう少し変えたらどうだっていうことで。よし、これでどうだ。いいだろう。いいだろう、これでどうだ。文句ないだろう。そうか、これ左側どう通行なんだ。なかなか怖いことしたな。あの、こっから来る人はこうやって合流しないといけない。この手前側から来る人って高速を横断するっていう、なんかめっちゃ怖いことしないとか。もう今来てるんだけど、ああいうことしないとかあのね。なかなか怖い。ああ、でもしっかり通ってる。うー、危ない。怖いなマジで。でも一応騒音被害を抑えるためにここを用意したんで。でもなかなかね、こういうとこを通しとくと後々よくなるかなってとこもあるんですね。で、ゴミ処理の方も結構やってくれてます。電気を見ると、106メガワット発電しております。なんか桁がすごいね。やべやべ。おう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 。で、この間にこれを置くか。ね。結構もう、きつきつよ。いや。何をやってるんですか、あんた。ほい。で、水を先に通してやると。どうしたそんなのもう。で、人々を住まわせると、お前ら住んでけよ、この野郎って、ね。で、ここちょっとちっちゃくなっちゃったんで、商業区画にしとこうかな。で、そろそろ満杯なんで、下の方にも増やしていこうかなって。こういう感じね。お金が足んなくなった。やばい。あんまり調子乗ってるとどんどんお金が足んなくなってくるんですよ。気をつけねば。足りるかな。なんとかこうやってしのぐか。で、そこをこれにしろ、これに。邪魔。塗り替えるんだ、ここは。私は塗り替えてやる。こうしてやる。あー、あー、
水引いてない。ごめんな、ごめんな、お前らごめんな、マジで悪い。で、やばいな、もう追いつかなくなってきた、発展に。お金がすごい、何そこ立ってんの、やべえ、お金が足んない。お金が足んないぞ。ここまでつなげたいんだけどね、お金が足んないんだよね。 OK、 つなぐ。とりあえずここに、水通ってないよね、水。よしよしよし、でこれで工業区画をここに作ると。急ぐぞ、急げ急げ、ボンボンボンと。 OK、 こんな感じでいいでしょう。ちょ、もうこっからとつなげないと渋滞起きそうなんだけど、ここら辺が。ここつなごう。ごめんね、せっかくでっかいの建てたのにね、ごめんね、悪いなお前ら。先に言ってたよな、うん、覚えてない言うても、知らんで。先に言っといたからな、いつか道作るからなって。あ、まあ、でっかいの建てると無駄になるで、うん、政府は一切お金払わんでって言ったで。ひどいな、ひどいな。あんちゃん言ったやろ、言ったやろって。はい、ひどい策略です、政府の。分かったな政府っつってね、この野郎、せっかく盾なのにっつってね。もう政府にガンガンマスコミがおかしいやろっつってね。やってることとやってることが違うじゃないですかつって。よく国会でありそうや、ありそうだね、うん、野党が言いそうなことよ。総理を辞めさせたいのか知らないけど、あんたらがなった方がもっとひどいやろって言いたい。なかなか任せられる人じゃないからね、安倍さん以外も。さあ、こんなところでよく堂々と泥棒するな。すごいわ。認めるわ、その勇気は。渋滞起きてない、大丈夫？お、ここ上がったな、パーク系。パークどもが。一応風速の方、上の方も風速結構いいんだ。ここら辺もいいけど。で、健康度、まあまあまあ、レベルとかあるみたいですね。幸福度はどうだっていうと、幸福じゃない人がちま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 いると。で、汚染度はまあこんな感じかなっていう。結構ひどいな、ここら辺ね。火災はやばいんだけど、騒音被害ってどうなってんのっていうと、まあそりゃここら辺やばいはずなんだけど。真っ赤っからな、おい。まあ、この入り口ら辺やっぱひどいから、商業区画にしといて正解だったなって。ここら辺が結構、まあ、ここは高速のあれなんでしょうがないとしても、ここら辺で確か、商業か。で、もうちょい見ててよ。あそこの青いとこも、やっぱ商業ってなんか騒音できるんだね。知らなかったよ。平均交通量 93%。
応渋滞が起きてるのはどこだっていうと、一番はやっぱここ起きるよな、多少は。交通量多少は多くなるよね。この通りのここら辺とかはまあまあ多いみたいです。ひどく渋滞してるわけじゃないし大丈夫かなって感じで。何これ交差点、あーこんなのできたんだ、面白いね。まあそんな感じでございます。よいしょ、どうするかな、ここつなぐ、つなぐとつなぐでまたなんかうるさくなりそう。まあいいか。まあこんな感じで街の方ができてきておりますので。はい。皆さんもしよかったら立ち寄ってみてください。人口はただいま3730人ということで。今回もご視聴ありがとうございました。それではバイバイ。セーブし忘れた。あっぷな。